タンポを使って色付きのゴムハンガーを作ってみましょう。ハンと同じ大きさの包丁を輪ゴムで留めます。輪ゴムを片側にずらしてください。パレットに必要な色の絵の具を出しておきます。タンポは水に濡らして固く絞ってください。タンポに絵の具をなじませたら、包丁をめくって、必要なところに色をつけていきます。一色つけたらこすってください。黄色をつけたところに赤紫を重ねると赤になります。めくっては絵の具をつけるを繰り返します。紙がずれないように気をつけてください。絵の具が重なったところはグラデーションがついていきます。あれ、太陽のところまで青い絵の具がついてしまいました。こんな時はティッシュペーパーか布で拭き取ってください。こうやってどんどん色をつけてはこするを繰り返していきます。半分以上できたら、今度は包丁がずれないように気をつけて輪ゴムだけずらします。反対側も同じように色をつけていきます。こんな風に仕上がりました。ゴムハンは水洗いをして絵の具を落としておきましょう。絵の具の色を変えると違った感じの作品ができます。